もう6万人いきそう。最近5万人報告動画を出したばかりなのに。もう6万人いきそうって何が起きてるんすか。キャトラブどうも、月の子です。お久しぶりです、皆の衆。今日から月の子、ぬるっと復活です。もう今まで、計3回も、休止明け復活動画を撮っているので、さすがにもう、今回の復帰動画くらいは、ゆるゆるテンションで、かましても問題ないでしょうというわけで、休止明け1本目の動画は、みんな、大好き無課金サブアカシリーズです。この動画の撮影日は、2023年7月29日というわけで、シリーズ10周年イベ第2弾の、ラッシャンガシャが来ていた、タイミングとなります。この時来ていたシリーズ10周年イベ第2弾では、イベ全攻略をすると、ウルトラジェットランクのシカフェスを入手することができ、この子が入ることによって、もともと強かった無課金サブアカのブリジーパがさらに強化されることを見越し、10周年イベ第2弾でも無課金サブアカはイベ全攻略を目指してガシャを引いている最中でございます。そして10連目では早速、ダブルデータのカイラフェスを出していき、20連目。休止明けから早速ぶっ放してますね。トリプル虹玉降臨、幸先が良すぎるであります。トリプルゼータコイなど贅沢なことはさすがに言わないので、せめてかぶらず新キャラがバンバン出てほしいと、せめて残りの2つからはあわよくば未所持イベ全キャラ、あわよくばトリプルゼータ、あわよくばヤシャエンマペス。さあ最後も止まった。さあもう今度こそトリプルゼータなんて贅沢なことは言わない、せめて未所持のイベ全キャラ。おおいこい、おダブルゼータのつくよみフェス。トリプルゼータではなかったものの、変な復刻キャラが来るよりかは全然マシでしょう。まあこの20連目で出てくれたカイラフェス、視点フェス、つくよみフェスはみんなバトルロイヤルの取り巻きステージにて特攻を持っているため、全然今回出てくれて普通に嬉しいキャラでございます。ただ私が今回このガシャで欲しいのはトリプルゼータのヤシャエンマフェス一択です。10周年イベ第2弾にてのシカフェスの入手方法は、強敵ステージをヤシャエンマフェスを使ってクリアするというミッションをこなすしかないため、つまりシカフェスをゲットしたければヤシャエンマフェスの入手は必要不可欠なのです。なので今回はヤシャエンマフェスが出るまでラッシャンガシャを引き続けますと言っている間に、30連目の Z 異常確定枠にてダブルゼータのエルゼフェスをゲット。今のところはいい感じにかぶりを避けていますね。残るはトリプルゼータのアースウォーカーフェスとヤシャエンマフェスの2体のみです。そして40連目の虹にてまた止まってる。さあ果たしてどちらが出る。ああトリプルゼータ違いでアースウォーカーフェスが降臨。正直この子がいなくても強敵ステージは勝つことができるため、もしかしたらこの子は外れ枠だったかもしれませんね。さあ綺麗に残りました。またもやガシャシーンにて見せ場を作ってくれる無課金サブアカ。残るイベキャラはただ一体トリプルゼータのヤシャエンマフェスのみです。そして Z 異常確定枠ラストである50連目。さあここらで奇跡の50連イベキャラコンプリートをかまして、ワイポの消費を最低限に抑えたい。おおそして止まってる。さあどうだ、来たやってやりましたよ。奇跡のラッシャンガシャ。見事50連目にて、イベントの最重要キャラであるトリプルゼータのヤシャエンマフェスを引きずり出し、ついでに50連にて、すべてのガシャ全イベントキャラをコンプリートさせてやりましたよ。さあガシャさえ勝てればあとは簡単です。今出した特攻キャラたちを使って、取り巻きステージを倒し、ちゃちゃっと強敵ステージも倒して、ウルトラ、ジェットのシカフェスをゲットしてしまいましょう。ですがその前に、コインがたくさん配布されていたので、先に配布コインを全部回してしまいましょう。まずは、10連お祭りコインももから参ります。このコインでの目玉は何と言っても、ダブルデータの将棋しかでございます。この子さえ手に入れれれば、基本スコアタはどの州でも、勝ち組となることができるので、その子を狙っていきたいところ、と言いたいところでしたが、モモコインでの確定枠からは、雨ジュリが降臨して無事撃沈。続いては、10連お祭りコイン緑です。このコインでのお目当てはもうただ一つ。トリプルデータでもなく、ダブルデータでもなく、Z でもありません。WS のブルジョアジーでございます。この子は、スコアタにて、タップでデカ組キャラとの相性が最高なかつ、ニャンゴガシャにて、WS 枠が廃止された今現在、ブルジョアジーの入手が超困難になってしまったため、このコインが、ブルジョアジーをお出迎えする最高のチャンスなのでございます。そしてクッソ紛らわしいですね。マジで、一瞬ブルジョアが出たのかと思いました。同じレジェンド妖怪違いのダーウィンです。マジでシャシャリ出て来られるのはすごく迷惑です。控えめに言って死にやがれください。やってやりました無課金サブアカ。これはもう配布コイン引き勝ち組と言っても過言ではないでしょう。決して低確率ではない、狙える確率の強キャラを逃すことなくバッチリ引いてやりました。 WS のブルジョアジー降臨です。おそらくこれは無課金サブアカのスコアタ記録の大飛躍が見られる素晴らしいターニングポイントとなるでしょう。ちなみにいつもの本赤や無課金サブアカでガシャを引くときはちゃんと引き時を狙って出るまで回すというスタンスでやっている分、いざお目当てのものが出てもよしみたいな感じで流すのがいつものテンプレでしたけども、今回このコインからのブルジョア降臨は、一度このチャンスを逃してしまうとチーツブルジョアと出会えるのかわからないという恐怖もあったため、ガチで久々にヤバいほど脳汁が溢れ出ている処分でございます。そしてさあここまで見せ場を作ってしまったら、あとのコインシーンはもういらないでしょう。青コインからはゾディアックが降臨、紫コインからはクリスタルイケメン剣とフーミアンが降臨、黄コインからはジェットカイラが2体降臨し、無事10連お祭りコインシリーズは幕を閉じたのであった。さあやっていきましょうシカフェス入試。まずは取り巻きステージをちゃちゃっと倒していく。
正直ここは特攻キャラさえいれば、討伐は朝飯前なので、解説するまでもありません。特攻キャラあるのみでございます。そして、見事無事横取り封印以外の全ての封印が完了し、いよいよファイナルバトルへと参りましょう。このステージをヤシャエンマフェスを使って、90秒以内にクリアするとウルトラ、Z のシカフェスがもらえるので、早速挑んでいきましょう。このステージでは、封印後の状態だと、反撃ダメージがまだ抑えれていない状態なので、一度技を打っただけで、約5000ほどの反撃を食らってしまうので、イーバー内でヤシャエンマフェスを一発、イーバー外にて一発しか打てません。ですがその2発だけだとギリギリ、ダメージが足らないため、イーバー内にて背面をスリスリして、できるだけコンボを稼いでいきます。さあやはり反撃ダメージがいた。すぐに復活のターン、残る技は一発しか打てません。さあ果たしてクリアなるか。おお、見事クリア。特攻キャラゴリゴリゴリで見事シカフェスステージをクリアできましたが、問題はここからです。さあ果たしてこのステージをクリアできたのはいいものの、ちゃんと90秒以内に討伐できて、ミッションクリアになっているのでしょうか。見事にやってのけました。ウルトラ Z のシカフェスゲットです。イーバーに入るまでに結構もたもたしてしまったので90秒切れてるかどうか不安でしたけども、難なくいけてましたね。このウルトラ Z さんは前回のクロスエンマほどのぶっ壊れではありませんが、ウルトラ Z なので火力がトリプルゼータよりも桁違いに強いこと、また今現在の無課金サブアカにて一番強い種族であるプリティ族にはいなかったスーパーフィーバー要因であること、さらには横取りを最後までやる気がないためシカフェスのスキルにである自信をつなげた時にフィーバーゲージ加速スキルを解放できなかったとしても、そのスキルはもうスキルマにしてあるハイバラアイが補ってくれているため、何の痛手でもないということもあり、まさしくこのシカフェスという性能は今の無課金サブアカのプリティパ事情にぴったり当てはまった最強キャラだということなのです。これにて現段階での無課金サブアカができる最強プリティパが完成しましたね。いやーもう全てのバランスが整いすぎていて、パーティーを使っていてすごく気持ちいいですね。今後の無特攻攻略などでもぜひ使えてきそうなキャラですけれども、もっとプリティ枠に可愛さという癒しが欲しいというわけで、横取りはとりあえず4つ目のエルゼネキアまでは終わらせて、無課金サブアカの10周年イベ第2弾攻略は終了いたしました。そしてさあ時は移り、時系列は今のイベントへと移ります。今イベの形式はみんな大好きゴルフイベというわけで、スタミナイベントでは相変わらず何もすることがない無課金サブアカなため、サブアカやプニステなどの手段を使って元気ドリンクを稼いでいる今日この頃でございます。ですが今回はドリンクを集めたところでイベントを完全攻略するかはまだわかりません。というのも今回のイベントでも一応ウルトラ Z はいるものはいるものの、性能があまりにも微妙すぎるため、正直狙うべきかワイボを温存しておくべきかすごく迷っております。ただ今回のイベントで作れる勇まし評価ウォッチは作る価値が十分にありそうなため、それにつられてラスちゃんを回してしまいそうです。なので今回のイベント攻略はするべきか否かすごく迷っているなぁ。なので意見やアドバイスなどがある方はじゃんじゃんこの動画のコメント欄にて書き殴ってくださるとめちゃくちゃ嬉しいでございます。なのでとりあえずはラスちゃんまでこの調子でのんびりとドリンクを稼いでいきましょう。というわけで最後は今回のハイスコインで手に入れることができたシカフェス並みに並ぶ本日の MVP であるブルジョワジーと、前回のハイスコインにてゲットしたミラケイビクミの一昔前の最強スコアタコンビを使ってスコアタハイスコアを狙って今回の動画は終わることにしましょう。さあまずは速やかにフィーバーへと入っていき、フィーバーに入ったら背面にミラケイビクミのデカプニを残しつつ、ブルジョワとミラケイビクミの技を打っていきます。勝利フィーバーに入った時点でバフキャラの技ゲージが溜まっていなくても、今言ったこの条件が整ってさえいればブルジョワループ内の中で全然バフキャラの技ゲージを溜めることができるので、そう焦ることではありません。そしてあとはうまい具合に技演出と技演出の間の隙間時間を駆使してボナ玉を処理したりでニャーケイビクミのサイズにデカプニを作っていきます。皆さんももうご存知の通り、このようにフィーバー内にてブルジョワを打った状態だとニャーケイビクミの技が作るサイズ8のデカプニと自身が作るサイズ2のデカプニの K 級サイズのデカプニを作るだけでニャーケイビクミの技がもう一度溜まってくれるため、プレイスキルさえあれば半永久的にスコアが伸ばせてしまう最強パーティーをとうとう無課金サブアカでも作れてしまいました。さらにはこのニャーケイビクミのスキルがデカプニを消した時に確率で自身の技ゲージがスキルなので、サイズ2のニャーケイビクミデカプニを作り損ねた時でも全然なんとかなってしまいます。なのであとはひたすらこの作業を繰り返して高スコアを狙うのみです。なんかこんな感じで動画内にてじっくりとブルジョワループを解説するのはこのチャンネルでの1本目の動画であるこれぶりな気がするので、なんだか原点に戻ってきた気がして少しエモいですね。昔があるから今の自分がいる。常に初心を忘れずこれからも頑張っていきたいと思います。それではあとは早送り。
課金サブアカでのブルジョワループが終了しました。だいぶ時間もかかりましたし、これはハイスコア更新の予感。さあ果たして気になるスコアは。おお、96億無課金サブアカにしてはエグすぎるハイスコアの達成ですね。ブルジョワが降臨してから一気に無課金サブアカの平均スコアボーダーが上がってしまいそうな予感。100億達成もすぐそこですね。やっぱ本当にあのハイスコインのタイミングでブルジョワを出せてよかったと思います。そして順位は3位、まあまあいい感じの順位なのではないのでしょうか。さああとは来週こそはダイヤリーグに行けるように、このまま順位が保たれることを祈りながら、もしもリーグ昇格ボーダーから外れそうになったら、その時はまたスコアタをやり直そうかなと思っております。とまあ休止明け一発目の動画は前のように同じ感じのゆるゆるっとした無課金サブアカ動画とさせていただきましたが、こんな感じでこれからもゆるゆると私のペースでプミの動画を投稿して、皆さんにこの月のコワールドを楽しんでいただけたらなと思います。なんてことを言ってしまうと、いつもの私の動画投稿ペースなら週に 2,3 本とかの更新頻度になってしまいますが、ただいま現在8月真っ只中の夏休み期間、皆さんも今まで以上にもっとプミの動画を見たいでしょうというわけで、今年もやりましょう。月のコ夏の強化期間、夏休み期間である8月中ではいつもよりも投稿頻度を増やして、より皆さんに楽しんでいただけるようなプミ動画を本日からたくさん作っていきたいと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また前回の休止動画でも報告した月のコ夏の5大コラボ企画についても、ただいま現在準備中なため、そちらの企画も皆さん楽しみにしていてください。また半年前くらいに上げたこの動画にて質問コーナーの質問募集をしていたことを皆さん覚えてはいらっしゃいますでしょうか。2月に質問を募集して、3月には質問コーナーの動画を上げる予定だったのですが、私としたことがこの企画の存在をきれいさっぱり忘れておりました。なのでこの質問コーナー開始の動画も頑張って夏休み期間のどこかで出せればいいなと思っておりますので、まだ質問をかけていなかったという方はまだまだ全然間に合いますので、この動画のコメント欄でも質問コーナーの質問を募集しております。運が良ければ質問コーナー動画にて採用されるかもしれませんので、もしよろしければ皆さんぜひ私への質問リクエストバリ増言などをコメント欄にて書き殴ってください。なので今年の夏休みも皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。というわけで以上、こんな感じの無課金サブアカ動画でした。それではさよなら。ピンピンピストルはキューン。